やー、海沿い気持ちいいな、本当に気持ちいいな。この先におそらく灯台があるんでしょうね。灯台で行き止まりかな。ちょっとまあ行くだけ行ってみましょうか。ここからちょっと登りますけど、こうリアサスペンションの乗り心地が良くなったせいもあるんですけども、フロントが逆に気になりだしましたね。フロントがもうちょっとこう柔軟に動いてほしいなという、そういう気持ちになってきております。まあ次のあれかな、フロントタイヤの交換の時かな。ねえ、フロントタイヤ変える時についでにホイールも外すし、サスペンションも変えちゃえみたいなね、そんなことをしてもいいかもね。桜だ、もう葉桜なってるな、この辺。これは先週あたりが桜の見どころでしたのかな。昨日の雨でだいぶ散ってるのかな、ひょっとして。ここは綺麗に咲いてますね。まあところどころかな。今日は春を満喫できる旅ですね。いいタイミングで来れました。うわー、すごいすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗これ。うわすごい、いやーすごい綺麗、いやめちゃくちゃ綺麗だね。この上が灯台でしょうね、きっとね。うわすごいな、飛び出しそうだ。うわすげー綺麗、めっちゃ綺麗。うわここ最高だ。うわーすげー最高ですね、ここね。いやこうすごい、ほんと飛び出しそうだ。空撮してるみたいな映像になってますもん、なんかすげー海きれい。ちょ写真を撮りたいですね、写真撮りましょう。いやすごいすごい景色です。ここはすごい景色だ。空撮してるみたいな、なんか風景が撮れますね。すごいな。いや今日天気がいいから余計なおさらですよね、この景色っていうか海のね、この青さがなんか美しく感じるのは。いやーいいなー、これでも桜は本当葉桜になってるから先週くらいが見頃だったんでしょうね。あの上であのお花見をされてる方ねいらっしゃいましたけども、楽しそうでしたよ。で灯台が見えたので、灯台こっちでしょ。あー灯台ですわすごい、唐突に灯台です。あそういうことね、そういうことね、そういうことね。まあ灯台ですね。灯台モトクロスという言葉もね、名言もありますけども。うわすごいな、いやすごい、これは素晴らしい。いや海きれいだな、なんか今日海堪能できるね、これ。これ海を見ながらラーメンですよね。お腹ちょっと空いてきました。もう12時半です。12時半になりました。葉桜なってるけど全然あの僕桜を楽しんでますよ。めちゃくちゃ綺麗だもん。桜を筆頭にいろんな花が咲いてますよ。道端もね花が咲いてますし、桜はもちろんなんかこうなんだろう、梅なのかな、梅っぽいやつとか、多分桜の編集なんですかね、そういうのも咲いてますよね。いい感じです。春の海の道です。いやー海綺麗だな、すごいな。いやーこれは気持ちいい。なんか久しぶりに旅に出てるんで余計にちょっとこう気持ちがよく、なんかこうすっきりしていく感じがします。体の中が落ちる感じですね。やっぱいいな旅って。そうやっぱ旅っていいなと思っちゃった。やっぱツーリングっていいな、やっぱね楽しいな。そして乗り心地が向上してるな。いやリアショックいいな、すげえ乗り心地向上してる。これ絶対フロントも変えよう、決めた。フロントも変えよう。さあこれをまた海沿いに行けるかな、行けるのかな。
こっちですね。さあまたぐるっとちょっと回っていきます。何かあるかな。よいしょ、こっち左行ってみよう。よいしょ、寄り道大作戦開始。本能の赴くままに、僕のこの感覚が赴くままに寄り道っていうのはいたします。面白そうだなと思ってね、こうセンサーが反応したらそっち行っちゃうっていうパターンです。いいんです、いいんです、何もなくてもいいんです。こういうのがカブベンチャーでございますからね。まあたまに失敗もしますがね。うわすごい、あいいとこ出た。うわ気持ちいい。あすごいな、海沿いだ。すごい波高いな。サーフィンの練習めっちゃできそうなとこだ。あっち行けるかな。ちょっとね一休みしたいんですね。ですのでここで一休みということにしましょう。うわすごい海です。このまま海に突っ込んでいけそうな勢いの海です。すごいな。ちょっと休憩するには傾斜がきついからちょっと上ですね。ここかな。よし、ちょっとここに置かせてもらってちょっと休憩します。いやいやいや、もう2時間ほど走りっぱなしでしたからね。休憩しましょう。今日はお茶を飲みます。ヘルメットも取りたい。よいしょ。あー漁港ですね。お、なんかあるぞ。よいしょ、クヌッセン機関長救命艇保管庫ってありますね。わーすごいな、すごい救命艇が。ヨハネス・クヌッセンさん、デンマークの方のようです。献身的な救助活動をしてくれた方と。やっぱこう国を越えてっていうのが なんかこう来るものがありますね。すごい立派な建物。わー海です、わー海です、すごい海だ。海でした、海でございます。うわー海沿いだ。お腹空いてきたなあ、ラーメン食べようか。はい、抜いて抜いてもらいましょう。今日でも海沿いちょっと風がきついなあ。わあサーフィンしてますね。いやー今日は波があってサーフィンにはいいよ、あったかいし。ここは産湯海水浴場と書いてますね。サーフィンしてます、やってます、やってます、いいね。あでもまずラーメンかな。ちょっとお腹空いてきましたね。どこかラーメンが食べれそうな場所を探しましょうか。ってなるとこれ入ってった方がいいな、ちょっとな、海沿いにな。多分こう海沿いでなんかこう隅っこの方で世界の片隅でラーメンが食べれそうな場所があるんじゃないかな。わすごい、 あっちの方行ったら行けそうだな。行ってみましょうか。わあ綺麗だ、すごいな。うわすごいすごいすごいな。海水浴場かなここは。いやいいとこだ、ここだ、ここですな今日は。はい、もう今日はここでございますよ。いやこれは気持ちいい、これは気持ちいいですね。はいはいはい、ありがとうございます、お導きありがとうございます。もう今日はここで決定だ。海きれいですね、やっぱきれいね。よし、じゃあ本日はここでやりましょう。もうここでやっちゃいましょう、ここでね。本日はここラーツーのバトース、うまくいかない。これもうちょっとうまくできるシステム作ってほしい。はい、できた。
島ラーメンです。徳島ラーメンにします。コク醤油味噌味になってしまうと思う。麺でかいな、これ麺でかかったな。ちょっとずつお願いします。できた。できました。よし、できました。いただきます。味噌醤油味になってるかな。あ、うん。あ、うまい。めっちゃうまい。ちょっと辛いけど、美味しいね。うん。うん。うまい。ちょっと辛い。まあ、キャベツは美味しい。キャベツ甘くて美味しい。うん。うん。いやー、うまいな。最高やな。キャベツがね、甘くて美味しい。ちょっとでも辛いな。味が濃ゆいな。そうか、粉末スープをちょっと少なめにすればよかったんだ。そうか、そうか。そういうことやってんな。味噌が意外とマッチしてますね、このラーメンね。うまい。うまい。若干、担々麺風ですね。うん。食べた。うまかった。ああ。よいしょ。コーヒー、コーヒー。今日はコーヒーカップを忘れずに持ってきました。おいしい。コーヒーだ。コーヒーの味だ。うまい。海からの風が結構ね、なんか気持ちいいです。日差しがあるからあったかいし。カブちゃんここに置いてますけど、こういう景色を見ながらご飯食べてコーヒー飲んだ、最高だ。いやー、綺麗だ。